動画で頭を覆う、ポンティフェクス・マクシムスの予想をした、アウグストステイ最高人議官、または、ポンティフェクス・マクシムスは、古代ローマの国家の新官職の一つである。通常は、新官団長、大見和官、新官長、大臣技官長などと訳され、公の場で最高人議官なる表記が使われることは、稀である。共和制ローマにおいては、すべての新官の長として、 新官団を監督した。順月を決定する権限を持つ。任期は、終身で、他の官職との兼任も可能。伝説によると、王政ローマ二代目沼マ・ポンピリウス王が、王自身が出征した場合などでも、祭祀を絶やさないよう、常任の祭祀役として、ユーピテルや、マールス、クイリーヌス神に使える新官や、ウェスタの諸女、神に封建する踊りを行うサリーなどを設置した。 さらにすべての祭祀の詳細な手順や経費を管理し、葬儀や鎮魂の方法を享受する職として、人理官を定めたという。こうした、新官職の頂点に立つポンティフェクス・マクシムスの権威は、他の官職と比べ何の権限も持たない割には、非常に絶大で、新官団の中で最も権威と実績を持った高齢者が就任することが通常であった。ポンティフェクス・マクシムスには、 フォルムロマヌムにあった皇帝が与えられた。ローマ帝政の基礎を築いたガイウス・ユリウス・カエサルは、自らの政治的成功のために、ポンティフェクス・マクシムスの権威を利用しようと目論み、大量の借金で行った、買収工作により、異例の若さでこの新職に就任している。この後、ユリウス・カエサルの権威を継承した、アウグスティスも、マルクス・アエミリウス・レピルスの死後に、 ポンティフェクス・マクシムスに就任し、その神聖な権威を原種性の確立に利用した。アウグストス以降もローマ帝国においては、ローマ皇帝が兼ねるのを常としたが、3世紀以降の皇帝はポンティフェクス・マクシムスへの就任を拒むことが多くなり、その地位をローマ教皇に譲った。ポンティフェクス・マクシムスは、現在もローマ教皇の称号の一つである。ありがとうございます。